えー、皆様こんにちは、えー、高等研究の審議会でございます、えー、最初に、えー、どうしても言っておかないといけないんですが、えー、今日はあの100周年記念講演会の講師というあの名誉ある役割を言いつかりましたけれども、まあ、あの考えますと、えー、旧大の OB の中には私以上に大きな社会的成功あるいは社会的貢献を続けておられる方がおられますけれども、まあ、あの役目ということでございますので、えー、時間いっぱい。 役割を務めさせていいいたただきたいと思いますそれでタイトルはですねまあ、あのこういうちょっと内容のないタイトルでございますけれどもまああのお聞きいただいたありがたいと思います。それで名刺代わりにあの先ほど内山アナウンサーの方からも簡単にございましたが私の略歴をご説明しますと。私は昭和 42年の卒業でございます工学部合成科学科の卒業でございました、えー、当時の研究室は麻生教授国武助教授国武先生興味になってますけど当時助教授でございました、えー、そのままドクターに行きましたが卒業と同時に講師にしていただいた上にさらにアメリカに行ってきなさいという非常にありがたい話をいただきましたでアメリカに2年おりまして、えー、だんだんアメリカが面白くなってきて。 帰ろうか帰るまいかと思った時期があったんですがいろんな事情から帰ってきましてそして助教授にさせていただきました、えー、ところがたった3年で今度は長崎に行きなさいとあ日本で勝負して帰ってきたのに何なんでだろうと思いましたけれども、まあ、長崎で頑張って、えー、どっかに行こうかと思ってた時に旧大に帰ってきなさいと言われました、えー、引っ越ししておりましたところ、えー、机の端の方からこの頃の名刺がポロッと出てきまして 9代に帰りましたけれども全く名刺が進歩しておりませんでそのままの名刺が使えますので着任の挨拶の時にあの昔の名前で出ておりますと申しましたところ会場がシーンとしましてこれはやばいと思いましたらやっぱり案の定当時の主任教官の先生から「新会ちょっと来なさい」と言われまして痛くお灸を添えられました宮廷、えー、大系では遊び心はやっぱり禁物かなとこの時はまあ思いました。 えーまあ、その後体感いたしましたけれども、3分の4分の3は、九大でお世話になって、九大には本当に私で育てていただいたと思っております、えー、それで、えー、終わりの方は本当に忙しい、えー、仕事をたくさんいただきました、嬉しいことでもありますけれども、例えば、えー、文科省関係の仕事では COE、21世紀 COE、グローバル COE、えー、JSE の仕事ではエラート。 国際共同さらにソースと今クレストをやっておりますけれどもえ常にあの本職を加えまして三足以上のわらじをいつも履いておりました、えー、起きて半條寝て一錠という言葉がございますが実際にはもうちょっと広いとこ住んでおりますけど、まあ、精神的にはこういう状態で仕事をしておりましたえそれで、えー、退職して少しは暇になるかなと思いましたところ、えー、非常に重たい仕事が、えー、降ってまいりまして これは皆さんご存知、桃地でございます。福岡で最もリッチなエリアでございますが、元はここは埋め立て地で、さ地でございました。ここに何か産業を、特に IT 企業の集積地にしようということで、さ地の中に呼び水としてできた、 先端研究所昔はシステム情報研究所と申しましたけどそれを呼び水といたしまして現在このような流星した地域ができたということになりますこの研究所を作るにあたっては旧大の情報の先生方が非常に力を注いで産業界と交渉してやっとできたということを言っておられますでここからら見たら お分かりのように約15キロぐらい先にぼんやりと見えているのが旧大の糸キャンパスでございますえ、糸キャンパスは上から見ます。と、ほとんど前は更地でございます。で、ここにちょうどえももちで起こったような。呼び水を書くとして、新しい学研都市を作るという。その中心になる。 研究所を作りませんかという話が降ってあきましたこれは非常に重たい話でしたので躊躇しておりましたところ当時の福岡市長からあの上川端の飲み屋に呼び出されまして <laughs> 新川さん今日はうんというまで返さんよと、えー、一晩中説教されまして、まあ、引き受けました、まあ、引き受けたからにはそれなりにやっぱりいいシステムで作ろうということで現在これが今意図にできました研究所でございますが、えー、いろいろ考えまして。 会には中大のサテライトが入っています9大の先生方が入,っておりますが入っております。産学連携センターというのは全国にたくさんありますけれどもいろいろ話を聞いて回りますとせっかくそこに入ったけれども先生と話す機会は 1, 1年の間数回しかない非常に不満だそれだったら毎日話せるようにすればいいじゃないかということで小岩にやりました。 でこれができたのは旧大と福岡市の間に包括連携がありますのでお互いが力を携えてやるという仕組みがもうすでにできておったからできましたでここをよくあの外部の方が見学にお見えになります例えば大学関係の方が来られた場合にはなんで旧大が福岡市のためにこんなにサービスするんだようわからん。 一方、市会議員などがお見えになった場合には、なんで福岡市という一つの地方自治体が旧大の先生の研究所を作るんだ、ようわからなとおっしゃいます。それは皆さん方が枠の中でしかものを考えないからそうなん。枠を越えてやろうとすることによって初めて今までにない試みができるんですというのが、まさにこの、 サンプルでありましてありがたいことに今年で5年目を迎えますけれどもずっと満室でありまして、えー、おそらく福岡市では黒字が出てると思っております、えー、それで、えー、ここに今一つできておりますが間もなく次から次に今から建物が建っていきますまず 旧大の WPI でありますカーボンニュートラルエネルギー国際センター我々のがありまして次に第二センターが仮称でございますけれども,もう一つ立ちます隣に大発さんがお見えになりますでこちら側に足立先生がやられています UKEL のセンター橋渡しセンターができますのでちょうどスタンフォード大学の門前町のようにまもなくこの道沿いに世界最先端の研究所がずらっと立つと。 いうことでございます、えー、もし皆様今日来られている方の中にもし福岡に進出しようと思われる方はぜひこの辺りもうあのいい場所はなくなりますからね、えー、東大で言えば本郷三丁目と言いますけれども本郷三丁目なくなりますだから早くここら辺に出てきていただいたらいいかと思いますまあ、こうすることによって旧大と一般の市民あるいは市街地が切れ目なく三角連携しながら 社会ととも連携するようなシステムを作りたいと考えておしかしそれでまあ基本的には九州大学が持っている研究知財福岡市が持っているあるいは福岡県が持っておりますインフラの力それと企業が持っております実用化を、まあ、トリブルウィンの関係で推していけば非常にここはいい場所になって最終的には伊藤地区に世界最先端の研究学園都市を作ると。 いうことがまあ私の夢でございますいやいや。あと私の定年になるまでの間にできればいいんですけどね。それで私の履歴書の続きでございます。えー、やっと社会人を九大を卒業しまして社会人として歩き始めておりましたときに話があったのが、えー、高等研究院という話でございました。高等研究、えー、これはあの今日もう説明がございましたけれども。 有川総長の強い思い入れでできたということで、まあ、向こう100年にとって旧代が、えー、さらに発展していくためにはどうしてもシニアの力をうまく利用しないといけないすなわち、えー、極めて高い研究業績を有する研究者や次世代を担う若手人が高度な研究を行う場すなわち器がいるとでそういうものは今までの旧代にはありませんでした。 それを作ろうという考えでできたのが高等研究員でございますそれで現在笹月先生克木先生私それと、まあ、SSP といわれます特別准教授が入った組織で現在動いておりますまあここからも非常にいい人が次々に生まれてきておりますそれで、まあ、大学の力というのをもう一回考えますとまあ現場の力これは教職員 それから学生の力、これはもう若手人材それと同時に、まあ、事務関係の企画量でしょうが、まあ、考えますとこれは全部横軸方向空間方向の広がりですね。縦軸方向いわゆる時間軸の広がりというのは考えられていないそうしたらそこに登場するのは何かというと市民が魅力を感じるようなシニアの力だと考えます。えー、これれがあれば、 横軸縦軸に大学の活性化は広がっていくんじゃないかというのが私の考えでございます、まあ、こういうことをずっと考えておりますと一人の人の言ったことが頭に浮かびます、えー、昨年数多くの人が奇跡に入りましたけれどもその中で組織のリーダーとして一番インパクトがあったのがスティーブ・ジョブズだろうと思います、えー、ご存知のように彼の言った言葉はステイ・ハングリーステイ・フーリ i s h です たたった4文字です4文字でしたけれども極めてインパクトのある言葉でしたで私流に解釈しますとなぜこの言葉がインパクトがあるのかというとおそらく「アンド」なのか「オア」なのかですね「オア」の人いっぱいいるんですよあの人はもうガツガツしといやあいつアホやしかしですね「アンド」の人って非常にいないんですね非常にいない。 日本社会は戦後非常に貧しい時代から追いつく追い越せて必死で努力してきました、えー、みんなハングリーでしたところが急激に非常に豊かな社会に変わったものですからそこで一気にステイフーリッシュになってしまうた安ドの人が非常にいない、えー、そこがなかなか問題ステイフーリッシュでステイハングリーの安藤の人がどうもこの国にはいないんじゃないかと思います、えー、それで、えー、これでこは 点検弱位遅延というハングリーを示す言葉ですがこれはどこかにかかっている額なんですけどどんなかご存知の方ありますか最近お宅の方がおられますから時々ご存知ですけどね乗り鉄取り鉄とかいう方ご存知でしょう。これは被、えー、殺船の矢岳第一トンネルにかかっている変額ですね当時の定新、えー、大臣であ,ったありました山形伊三郎と えー、鉄道員総裁でありました後藤新平が書いた額がこのトンネルの入り口にかかっております、えー、ここはトンネルで大難工事だったということでその時の気持ちを彼らは書いたようですがなんと今はその名前を取りました観光列車がはか,かちはっておりまして伊三郎新平号皆さんご存知と思いますけどね、えー、スイッチバックとかループがたくさんあって非常に乗っていて楽しい、えー、実を言うと私も行きましたけども。 えー、これは私は助教授の頃の話ですけれども学生がなかなか朝出てこない、えー、出てきてもトロンとした目をしてるそれで、えー、我々科学系は助教授は学生と同じ部屋にいて助教授と学生の間の,そのスペースを作らないように教気しようという考えがありましたので一緒の部屋におりましたので、えー、助教授の席から遅,遅いやつから順番に机を入れ替えて座らせる。 それでもしぶとい学生がおりまして出てこないのがおるそれでとうとう廊下に机を出して座らせるようにしました、えー、そうすると廊下を通った先生方が「おや君どうしたの?」って言われるの恥ずかしい思いをする中には非常に気の利いた先生がおられまして「君どうせそこにいるなら水の入ったバケツを持ったら?」なんておっしゃいますね <laughs> えだんだんさすがにそれはつらいと言って学生はちゃんと前に出てくるようになりました でこの前ある番組を見ておりましたらご存知の,あの小型港湾ですね今 NHK で「ひだまりの木」というのもやってますけれどもね、えー、敵塾でオランダ医学を広めた人で知られてますけれども塾生には畳一畳ずつ与えるわけですけれども、えー、よく頑張ったやつからいい畳をすなわち窓側の日の当たる風通しを当たる、えー、怠け取るやつは階段とか押し入れとかですね非常につらいところです。 それだけでものすごくみんなやる気になったということです、えー、本当に彼らはあの文字通り起きて繁盛寝て一常の生活で勉強に燃えてたんですね、えー、まあ一度だけ私もあの実は地元の新聞に意見広告をする機会がありましたのでその時に書いたのがやはりあのステイハングリーということの大事さを一生懸命書きましたすなわち競争からは逃げたらいけない 競争は逃げずに楽しんだらもっと役にから、えー、結果は負けたとしても素直に受け入れる受け入れればその結果を分析することで次の成長に糧になるということを一生懸命書きました、えー、厳しい競争を繰り広げた研究の相手なんかとは非常にいい友達になれるという過去の経験がこういうことを言わせました。 ししかしこのコメントには賛成半ば反対がい相半ばしてなかなか反対の方も結構おられました先生そんなこと言えるのは先生がずっと勝ち組だからですよ負け組だったらそんなこと言えませんよ弱者の気持ちが分かってないなんて言われましたね <laughs> さて時間がどんどん経ちますので急ぎますが80年代頃、科学研究費で総合研究 A というのがございまして大体いい20人ぐらいで連絡取り合って一緒に研究する。 えー、で当時からだんだんその社会的役に立つもの以外研究はしたらいけないというようなことを言い出した人がおられましで私の敬愛しておりました広島大学のケイ先生という方はそういう風潮に非常に反発を持っておられまして「うんえー、新川さんこれはいかん」えー、なんか流れに、えー、一石を投じようよとおっしゃいまして当時一戦で活躍してた20人ぐらいが集まって、えー、総合絵を出そうとして で、彼が書いてきました。原稿を見ますと、その原稿のタイトルが、なんと科学における遊びの研究と書いてあります。これはまずいなと思ったんですけれども、やはり不採択でしたね。これはしかしも、まあの精神はですね。非常にやっぱりあの踏むべきじゃないかという具合に考えますえ一方だんだん世の中が。 柔らかくなっていきますと私と同じぐらいの年の方はご存じと思いますね一億総白痴化という言葉がございます、えー、これは評論家の大谷総一が言った言葉ですけれどもテレビは視覚と聴覚に同時に作用するテレビは人間の想像力思考力を低下させ白痴化させてしまうと言っております、えー、松本清張もその後同じようなことを言っております、まあ、彼らが今のあのあ スマートフォンとかですねタブレット端末見たらどういう感想をするかというのは非常にえ面白いところですが彼らは神から目を通して情報を得ないと思考力は伴わないと考えていた,いたようですねえこれに影響されたのかどうか知りませんが友達の私の大阪大学の愛先生は家に一切テレビを置かない今でも通してあります 別に生活困ったこととありまませんよとおっしゃいますただ話をすると世間話や時々とんちんンなことを言われますけれども、まあ、基本的にテレビは必要不可欠であるというわけではどうもなさそうだということですね、えー、さらに、えー、だんだん軟弱にな世の中になっていきますと、まあ、これはあのエントロピーが増える方向だから仕方がないんですけれども例えば漫画アニメアニソンゆるキャラコスプレ萌ええー、多分 この中のいくつか単語を知らないという方がおられたら時代にかなり遅れられてしかしそのサブカルチャーという流れでこういうことが現在町おこし新産業創出輸出商品開発外国人開発非常に役に立っているんですねしかしこういう国民が日本人だと見られるのは私は嫌ですね皆さんどう思われますか 例えば昔はフランスに行きますと「Where do you come from?」と言われますから「I'm from Japan」と言いますとかなりのフランス人が「Do you play judo? と言って尊敬の眼差しで見るんですねしかしこういう国民だと見られますと外国に行きますと「Are you enjoying costume play?」と聞かれて高貴の眼差しで見られる嫌ですよねやはりその国民というか国家としてのやっぱり品位というのがやっぱりあるんじゃないかとそうしたらまあ 考えますと、えー、ステイフーリッシュというのはそういう何て言いますかねどんどんエントロビーが増えていくという方向ではなくてヤングアットハートだという意味だと思います。ス、えー、ステテイイイイチャイルルあるいはンイインファンタイルという意味ではないと考えております。えー、ですからあのハングリー一色の時代に少しだけフーリッシュを入れればよかったかなと思われる。 のであれば今それを逆に考えればステイフリッシュにどんどん流れている時代にこそステイハングリーを少し入れれば意外に面白い発想が出てくるというようにも現在私は考えております。えまあ、日本にもそのような考え方はあったわけでご存知の T 字発想あるいは鳥の目虫の目というような表現もされますけれどもこれは先ほどから何度も出ております えー、旧大の初代学長山川,さんが山川総長が言ったのもほぼこれと同じことで横方向と縦方向をうまくバランスさせることで初めて面白い発想ができてくるということではないかと思います。えー、さて今日はちょっと前振りが長くなりましたが、えー、研究私は研究生でございますので、えー、研究することがまあ中心です。で研究は どういうことがメインになっているかといいますと一つは真、えー、理の探求、好奇心なぜだという気持ちですね非常に純粋な気持ち。で、えー、が何か偶然目の前でいいことが起こと起った偶然の発見で最後が非常に人間らしいですけれども極限まで追い詰められた時苦し紛れに何かやるいわゆる火事場のクソ力というやつですけれども、えー、これを一つずつ挙げて。 えー、お話しして私の研究の話にしたいと考えております一番最初が、えー、この真、えー、理の探求ですね、えー、これはあのアルカリ金属科学に少しきょあの興味知識がある方はご存知でしょうがリチウムナトリウムカリウムルイジウムセシウムと第一族はこういうふうに並んでおりますでこれは大きさが えー、違うだけで科学的物性は一緒ですのでこれを非常に分けるというのは困難と長いこと言われてきておりました、えー、ところが、えー、皆さんご存知のように酸素は少しだけマイナスです金属はプラスですそうするとこの酸素を並べてやればちょうどたくさんの相互作用で一つの金属を捕まえるということは可能になりますそうするとこの酸素の数を変えてやりさえすれば 大きさが違うものを分けることができますこれは横から見ると王冠の形をしておりますのでクラウンエーテルと呼ばれておりますこれを最初偶然に発見したのがこの CJ ペダーセンですさらにそれをよくしていったのが UCLA のクラウンあるいはルイ・パッスル大学のレーンでございますここに金属が入ってくるということを見つけまして1987年のノーベル科学賞に繋がりましたところが 後から分かったことですがこのペダーセンのお母さんは安井滝野さんという日本,日本人でございますでさらに驚いたのはその宴席、えー、の方安井隆六さんという方が、えー、おら福岡におられまして私と同じ昭和42年の旧大の卒業でございます、えー、多分今日この会場のどこかにおられると思います、えー、というような予断もございますがこれは酸素が5個のクラウンエーテルと 思ってくださいそうすると酸素が5個のクラウンエーテルはナトリウムとちょうど合いますところが、えー、カリウムは少し大きゅうございますのではみ出しますが2つの間で挟むサンドイッチ作体というものを作ります、えー、中には2個と3個で重なったクラブサンドイッチというものもございます。 なぜクラブサンドイッチといイいますが、ねえー、それで先ほどの化合物ですねこれはクラウンエーテルあるいは抗生物質も全く似た性質を持っておりますが金属をはさあ膜の中に溶かし込んでこちらに送っていくわけですがこれは金属は油の層を通りませんのでこういうもので包み込んで通してやるということになります。 ところが先ほどの包み込む力が大きいと膜の中に入ってくる量はどんどん増えていきますがその膜を横切ります速度は速くならないなぜかと言いますと掴む力が非常に大きいとよく入ってきますけれどもここで放出しないんですね今度は。そうすると結果的にこういう具合にマックスが出て大きくなると放出しなくなります。 これはどうしてもないえ。ところが自然界を見ますとモネンシンといわれる抗生物質の一種がございますがこれは先ほどの同じ酸素酸素と並んでおりますからちょうど輪になって大きな力で取り込みますが離す時には缶が開くんですねあそうだと思いましたすなわち形を変えてやればこういう具合にマックスにならなくていいということになりますそれで考えたのが、 光で構造変化をいたしますアゾベンゼンというのを橋をかけてやりますとちょうどピンセットで動かすようにナノの世界で動かすようにこの大きさが変わりますそうすると捕ままえる金属の大ききさも変わってきます。同じようにこれは2つのクラウン管を折り曲げたり伸ばしたりすることができる経緯ですがこれはそのままですと何も相互作用しませんが折りたたむと金属を捕まえます。 しししかし元に戻すすとまた離しまたそれをうまく利用しますとこういう具合に捕まえて話すということを繰り返すことができます。えそれを絵にしますとこういう具合に折りたたんで捕まえて話すということでございます。え こういう考え方でいろいろなナノの世界で分子を動かすということを繰り返しましたけれども例えばこのような化合物は箱がありますとその箱の中に開いた時だけ物が入ってくる閉じた時には出ていくということでドラッグキャリアなんかとして非常に使えるということになります。えー こういう仕事は、まあ、私どもは20年前からやってみましたけど2000年になってやっと分子機械というコンセプトが登場してきましたそのコンセプトの中で我々のこの光ピンセットの仕事というのが最初の例だということが、まあえー、ほぼ確定しております、えー、最近ではこういう分子ナノマシンというような本が最近になっても出始めましてナノマシンというこれは 分子ナノカーと言われる合物ですけどね、えー、現在一つのジャンルとしてできておりますさて少し急ぎましょう2番目の話はあすいません、えー、それでまあこれはですねあの最近ネイチャーサイエンスという話がたくさん出てきてますがまあ 鳥を見なかったら人間は飛行機を考えなかっただろうと言われておりますが、えー、例えばハスの葉の上でなぜ水玉になるかとかですねモウホチョウの色はなぜ汗ないかとかあるいはカタツムリはなぜ汚れがつかないかあるいは場合によったらサメの肌はなぜサメ肌か、まあ、全問答のようですけど、まあ、こういうのは全て自然界が行き着いたサイエンスでありましてこれを作っていろんな 考え方で進んでいこうということで、我々の世界ではバイオメティックケミステリーあるいはバイオインスパイアドケミステリーという言葉が、えー、たくさん出ております。あの、えー、ロダンだったと思いますけれども、あの伝統は形骸にあらず、えーえー、その精神を引き継ぐことであると確か言ったのはロダンだと思いますけれども、えー、こちら側はまあ形骸を引き継いでおりますけれども、こちらがその精神を引き継いでいると。 いうことになりますはい、それでは2番目のこれは偶然の発見あるいは環境がもたらす幸運でございます、えー、少し急ぎましょう、えー、これはご存知と思いますけれどもシスプラチン生岩剤でございます、えー、これはまさに偶然見つかった生岩剤でありまして、えー、プラチナ電極を使いながら大腸菌の動きを見てたときに 電極はプラチナの時だけしかもバッファーがアンモニアの時だけ大腸菌の成長が止まるんですね、えー、なぜかというとプラチナ電極から溶け出したこのシスプラチンが作用してたということで大発見になったということで全くの偶然、えー、同じようにですね、えー、ペニシリンの発見あるいはチーウラー触媒現在私たちが使っております エチレンとかです、ね、ポリプロピレンの10合あるいは白川先生のアセチレンの10合なんかも全部これうううに偶然に見つけているわけですねえそれで偶然の発見の我々もえ遭遇しましたのでその話を1つだけ皆さんに紹介したいと思いますこれはフラーレンですねサッカーボールえこの五角形がいくつあるか数えたことがあ,のある方もあると思いますけれどもこれは12個あります。すなわち このの数は全部で60個でございます個でこれを炭素に置き換えると炭素が60のフラーレンという化合物になります全くの球の対象一方 C70 はラグビーボールの形をしておりますでちょっとだけ長い、えー、これはサッカーボールですが炭素に置き換えてやりますとこの化合物はこれが炭素で全く対象形をしておりますでこれに電子音をつけてやりますと あこちら C70、ねえー、電信をつけてやりますと先ほどのような形になるということになります、えー、それでもともとこの化合物はススの中に入っておりましたけれども、えー、エクソンモビルの連中が C60 ととといいうう重さのものもがあるということを見つけまし,たしかし彼らはステイハングリーの人ばっかり集まってた。 だから C60 というのが何かというのは分からなかったんですね分からなかった。ところがここにステイフーリッシュが分かる人が登場します。これはプロトという人ですねクロト、えー、彼は日本に長いことをいたことがありますので時々日本人を見つけると「プ、え、リーズトランスレートマイネーム」と言います正しい答えは「YOU a r e p r o f e s s o r v e t e r a n プロフェッサー e x p e r t です。 分か,ります分からなければ皆さん方すでにハングリーだってことですね分かる方すでにフーリッシュですで、えー、クロトなんですね、えー、それで彼はですねなんと研究もやってましたけれども同時に建築業に非常に興味があったでその中でのジオデシックドームこれですねこれは五角形と六角形を組み合わせていくと休憩になるということを彼は建築家知ってたんですねそれで すすぐいいてあの構造を描いたんですそれが、えー、ノーベル賞につながったということになりますですからステイ・フーリッシュのファクターを持っていることがいかに大事かということですねで私たちも C60 と C70 を分けようと思いましたので当時使っていたこのカリキサレンというものを使いましたこれはあのフェノールと言われる化合物が缶になっております まあフェノールといえば一番最初に思い出されるのは、えー、赤ワインに入っているポリフェノールということであれはコレステロールをよく取り込むから健康にいいということでよく飲まれる人がおりますがある人の話ですと健康によく,飲、ま、よくなる前に R10 になるんだという話がございますが、えー、それでこの化合物の中でこの化合物の中で8両体ですねこれがコンピューターに見るとちょうどぴったり合うんですよ。 先ほどのの金属を分けたのと同じようにですねそうするとこの8両体を使ってこれを取ってやればいいと思って当時、えー、三菱科学から出向していた鈴木さんという人が一生懸命やりましたけど全然うまくないやり方はフラーレンはちょっとだけプラス性があるそこで少しだけマイナス性があるもののプラスとマイナスで引き付けて たくさんそれを8個もつけてペタペタペタっと貼り付けて取ろうとしたわけですがなかなかうまくいかない彼は1年間やって何も結果がない三菱に帰,帰るに帰れませんと言ってましたが偶然彼はすごい発見をしますそれはもともとの原料と混ぜた時にこの8両体と混ぜた時だけに沈殿ができるんですねで流しで捨てようかと思ったんですその沈殿をところが もしかしてと思ったら、えー、分析したところなんとこれは、えー、先ほどあったようなフラーレンと、えー、カリキサレンの1対1の孵化物でこういう具合にラグビーボーーーボボルルの中からサッカーボールだけを取ってきますでこれを集めて次にカリキサレンをよく溶かす化合物の中に入れてあるときれいに溶けて分かれていくということになります。 これでたったこれだけで今まで分けるのが至難の技と言われていたものがの純度にななります、えー、なんでそういうことができるかといいますと OH というのはこうういうにつながって丸くなってより、えー、孤立しているんですけれどもフラーレンが入ることによって OH がむき出しになってお互い凝集しながら沈殿してくるということになります。えー、さらにこの件は 我々が発見した時と同時にアメリカオーストラリア連合軍がほぼ一緒にやっておりましたねでもうちょっと遅かったら私たちの仕事というのは闇に葬られるところでした、えー、多分今いい仕事をされている方は早く論文にする早く特許を出しておかないとこういう危ない目に遭うということになりますもう一つだけ余談がございます、えー、ナトリウムとかカリウムを取るのはそんなに難しくないんですけれども セシウムを取っていくのは非常に難しい、えー、これは科学の世界でソフトハード理論というのがございましてセシウムはソフトですそうするとソフトなものを持ってこないと取れない、えー、ところが現在あの若手最先端をやっております大塚秀行先生がうちの,あのドクターの学生だった時にやった仕事ですがこういう便膳管を入れ物にしてやると非常によくセシウムが取れるということですねしかしまあ,あのセシウム取ったって何になるのと面白くもなくそもないよと 思ったのが悪かったんですね、ニーズをちゃんと調べなかった、あるいはこの論文を見てニーズを感じてくれる人がいなかった、同じような仕事をイタリアのグループがやりましたが、これはなんとフランスの国家プロジェクトになりまして、ものすごいお金が投入されて、原発の時に役に立つというかごちになっております、えー、現在、福島にフランスの技術、来ておりますけれども、おそらくこの技術もその中に入っているのではないかと思っております。はい まああのそういう具合にあの偶然に出会うというのは非常に大事なことですけれどもボケっとしとったって出会わないこれはもう、えー、この方が言ってるように洞察力を伴う偶然何かあるんじゃないかと見てる人のところに来る、えー、洞察の場に幸運を観察前幸運を待ち受ける心構えがないとダメだということですねそうでない人の前はすっとこう通り下げてる。 これはよくよく皆さん、特に学生の皆さん、これから、えー、心しとってください、最後です、えー、もう少しあと5分ぐらいで終わりますが、最後、極限まで追い詰められたとき、苦し紛れ、一番人間臭い研究です、えー、これはあの、えー、今日若さもお見えになってますけれども、アメリカはあの冷戦が解けたときに、軍事費を一気にカットしたんですね、でそれまでは、ですね軍事産業の方、ほとんど頭使ってなかった。 えー、自分たちのノートにはクライアントは一行しかない、US アーミー、アーミーに納入してすしれば大体、ことが済んでいた、えー、ところが一気に軍事費がカットされたので、さあ大変ということで皆さんの頭が動き始めたわけですね、動きたらすごいんですね、えー、例えばちょっと見えませんが、敵味方認識装置は有料道路の超菌助手、いわゆる ETC になった、えー、スターウォーズのレ,レーザー発射装置は飲料水の瞬間殺菌装置。 暗号はこれはもちろんセキュリティですね、蛍光色は非常色になます。最高におもしろいのはこれですね、えーえー、この距離測定装置はゴルフ用の商品になっちゃって、まあ、そこまで考えるかということですね、えー、あるいは最近、ヒット商品の一つであります、このルンバ、えー、これの元は何か皆さんご存知ですか、えー、これの元になっているのは、えー、地雷探査機ですね。まさに。 メカニズムと発想は一緒ですねそう考えますとまあそういう私はオランダとの国際協働をやっておりましてこれは福岡県の全面バックアップで行いましたけれども JST のプロジェクトで DNA がやっているような仕事と同じような仕事を人工的にやりたいと思いました。 えー DNA、青写真ですこれが転写されてメッセンジャー RNA になりそれが翻訳されてタンパクになってそのタンパクが折りたまれて、えー、プロテインになって酵素なんかになるわけですねやってもやってもうまくいきませんでした本当に困っておりましたところその時に私以上困った男が一人出てきました桜井さんって現在あの北九州市大の教授をしておりますけども彼は勤めていた会社が潰れちゃった行く先がなくてうちに転がり込んできたんですね で彼も非常にうまくいってませんでしたがよく考えたら彼は修士論文の時に何か似たようなものを見た記憶があると言い出したんですねそれがこのシゾフィランといわれるヘリックスを巻くタトトの化合物ですで。この化合物をよく見ますとピッチですねピッチこうらせんを巻いているピッチが1.8ナノメートルです。 DNA はダブル螺旋というのは皆さんご存知ですがあれがやっぱり1.8ナノメートル全く同じ螺旋。ということはネジがネジ山に入るようにお互いは相互作用するんじゃないかと思いまして実際に混ぜてみますとこれは解いてそこに DNA をそっと置いておくとうまく巻きつきます。初めて他等が DNA とと相互作用すると ということが科学的に証明されたサンプルとなりましたそれを使いまして現在あのジーン・デリバリー・システムというのを今作っておりますこれはもう省略しますが非常にうまくいっておりますさらにこれは免疫不活力がありまして免疫不活力で CPG という DNA を運ぶわけですがその CPG という DNA を運びますとこれはあのインフルエンザなんかのです、ね、ウイルス でこれはあの注射すると痛い目に遭うんですけれども痛い目に合っても、えー、効き目は非常に少ないなぜかというともともとの生ワクチンの中で危険なウイルス拡散が除いてあってスプリットと言われるものを作りますので実際の効き目の10分の1になっておりますところが先ほどのキャリアを一緒に入れておきますとほぼ生ワクチンと同じところまで上がってきますので、えー、これは非常に アジュバントとして役に立つということで実用化が進んでおりますえまあ以上以上あの、えー、説明をさせていただきましたけれどもまあこれを考えている時に途中から気が付いていたんですが研究の要素というのはよく考えますと社会の要素と非常に似ている日本社会を活性のある状態に保つための課題は何かという答えはまさにこれと一緒すなわち 一番最初の真理の探求これはまさに教育また次の偶然の発見というのは,これはイノベーションですねところが最後の究極まで追い詰められた時の苦し紛れというのはおそらく我々日本人はその対処法を知らないと思いますただ戦後間もない経験がある方はそれを知っておりますねですから何とか 追い詰められた時の対処法を我々はそれなりに議論しないといけないんじゃないかということを私は考えます、えー、例えばですね国内においては理工系離れが進みまして理工系だけドクターの数が大きく割れておりますまた国際的にはいかに国際で交流が大事だと解きましても体調の体調するように日本人はどんどん外国人が減っております、えー、私の教え子が この前、トロント大学に行って、トロント大学から帰ってきたばっかりですけれども、いや、不思議なんです、何が不思議かと言いますと、大学の中に日本人ほとんどいない、ところが街に出ると、ですねレストランとかですね公園で日本人がたくさんいるんですよ、不思議に思って何しに来たんだと聞いたところ、ホームステイで語学留学しております、このあと観光して、グルメして帰りますと、彼らは、その現代用語で屈託くなく言うと。 それでいいんでしょすからまあこういうことも考えますと何か我々はもう一つ先の時代を考える時に来てるかなと考えております、えー、それでまああの学術会議の仕事を2期務めましたがその時に人材交流とあるいはまあ国際化はいかにあるべきかという2つの報告書を出しておりますその中には社会と大学院の関係 大学の国際化、人材の流動化、さらにそれを支える大学のあり方これを六年にわたって議論した結果をまとめておりますこれは学術会議のホームページから PDF が取れますのでぜひ一度皆さん読んでいただいたらありがたいかと思っております え以上あの、私の話を終わらせていただきます、えー、器が大事だというのが高等研究金ができた由来でございますけれども、えー、私を入れてくださった由来は、旧大をはじめとする大学、えー、いろんな中央の組織、あるいは JST、えー、地元、まあ、ここも入れてくれたんでしょうけれどもね、えーまあ、いろんな方から入れていただいたということで、自分の今日があると思っております、えー、ちょっと時間が長くなりましたが、どうも本日はありがとうございました。拍手